ばんは、元男の子の青木かのんと笛渡るです。イエーイ。先日発表動画出しましたね。どうでした？初めて YouTube 出てみて。いや、なんか予想以上に、うん、なんか応援というかあったかいコメントが多かったね。めちゃめちゃありがたかった。めちゃくちゃもう最初はもう淘汰されるんじゃないかっていう。うちもちょっと、ね、ビビってた、うん、あれだね、マスクじゃん今日。勇気ある決断です。めっちゃ意味がわからない、自分でも今。ちょっとやばいな、顔出し早くない？めっちゃもう半分顔出しでも、はいはい、なんで、ね、どういうあの経緯で顔出しを始めたんですか？まあなんかコメントでも顔出せとかなんかあったし、はい、まあそうよね、うん、てかなんかずっと隠しきれるものでもないし、うん、タイミングが別に早ければいいかな。なんかモザイクってちょっとさ、距離感あるよね。距離感あるし、うん、なんか誠意っていうところから少しこう脱線するイメージもあったんで、まあ、徐々に今はまあ恥ずかしいちょっと気持ちもあるんで、はいはい、最初はまあマスクっていう形。ああ、わかる。で、徐々にこう慣れてきて、もうちょっとだけ時間もらって、うん、慣れてきたらこうマスク外してしっかりあの喋れるかな、うん、鼻の穴って一つだったっけ？3つぐらいかな。あ、3つか、うん、ありがとう。っていうこういうちょっと相撲出せていけばはい思います。本日はですね、あの先日付き合いましたというあの発表に引き続き、ちょっとあの皆さんがね、あのその発表動画のコメントで、同じようなコメント、あの疑問をね、あの、うん、こう投げていただいてたんで、今回はそのご本人に元男の子の私と付き合って大丈夫なのっていうのをちょっと聞いていきたいと思います。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、一つ目の質問、周りの目は大丈夫ですか？結構さ、叩かれるっていうかさ、大丈夫渡る、あの元男と付き合ってみたいなって思われない？でもなんか違和感ってなんか徐々にこう自分の中で解消されていくイメージがあって、で、あとそもそも今までその生きてきた中であんまりこう周りの目とかを気にしながら逆に生きたことがなくて。あ、そうなんだ。いや、ほぼないね。大丈夫？その葉っぱ体とかになってさ葉っぱ体とかになっても大丈夫？街歩ける？葉っぱ体はちょっとね、例外だね。ありえない。なるほどです。あの学校の友達とかさ、知ってるの？いや、まだ直接なんかそういった報告を受けたりとかないんで、あ、まあ、徐々にこれからこう周りにこう認知されてって、うん、多分こうお前みたいな感じで多分連絡が来たりとかするのかな。お母さんとかお父さんどう？別になんかそれに対して、まあ、バレても、うん、しっかり説明すれば分かってくれる両親、うん、もう知る？まだ知らない？まだ知らないし、あの家族に対してはまだ報告とか、うん、何も言ってない。ひぼくない？じゃあこれもさ、結果報告もさ、また伝えられてんじゃない動画で。あ、逆に両親に言って、その反応、反応をまた動画でご報告した方が、多分視聴者さんめっちゃそこ多分気になると思うよ。あ、確かに。じゃあ2つ目、将来 の、 その家庭観とか結婚生活とかはどうするのみたいな。どうなんですか？元男の子ですよ。やばいですよ。いや、別になんで笑うんだよ。男の子だからとか、あ、元男の子だからとか、別になんかそこ関係ない気がする。それは全然一般の方と変わんない。何が逆に変わるのかな、わかんない。今感動の BGM 流れてます。いや、わかんない。本当に？じゃあ元男の子だから、うん、じゃあ家庭はこうですとかっていう、なんか逆に想像ができないし、あとそのなんか例えばさ、よくあるなんか男性と女性で、うん、まあ、育児家事とか、うん、そういった男の分担とかもやる必要ないと思うし、その場にこうなんかお互いこう仕事してるから一生懸命、その中でこうなんか役割っていうのは最初決めないで、うん、まあ その状況に合った形でこう動いて協力できていければいいかなっていうのは、うん、バリバリ力仕事するよ、うん、任せる。そこはちょっと俺がやるよって言ってくれよ。いや、そこはもう協力で怪我しないで。他にはありますか、将来の家庭観とか。なんかだってさ、あれだよ、あの両親にもご挨拶、まあまだね、うちら何もしてないし、まあ、さっきも言った通りまだうちと付き合ってることも言ってないじゃん。そうだね。やばくない？嫁姑関係みたいな感じ、まあ、ちょっと想像できないんだけどさ、自分が。あ、親戚の集まりとかもあるわけでしょ、うん、どうすんだろうね。
めっちゃ不安なんだけど。そこに対しての前てかまだ結婚してないけどね。一応なんか未来予想みたいな感じ。あ、なんか仕事もなんかこれ格好つけてるとかじゃないけど、はい、仕事もそうだし、うん、プライベートもそうなんだけど、なんかあんまりこう先々のことって考えてるのもいいことないし、うん、なんか日々全力じゃないんですけど、日々なんていうの、かっこいい。その日に対してなんか取り組んでおけば、はい、結局後先もあの幸せになれるので。別になんかあんまり将来像とか仕事もそうだし、うん、よくなんかビジョンがどうだみたいな話とかってもよくカフェで聞くようなね、会話では伝わりで、ああいうのって正直そんな 無意味じゃなくて大枠が抑えられてればいいと思うんですけど、あんまりこう僕としてはスタイルとしてあんまり好きじゃない。方角、うん、方向性みたいな、ああ大枠ね、大枠、うん、大枠がこう大体こうなりたいみたいな大枠を抑えられる、あ、大枠ね、大枠、大枠、そう大枠で大枠、そう大枠を抑えなきゃいけないんだよ。まあ、大体ね、そう大体大体、それ凝り固まりすぎてもよくないから、うん、凝り固まらなければ大丈夫。そう、そこはこうほぐしながら、そこをほぐしながら、うん、じゃあ最後の質問、結構禁断の質問ですよ、はい、子供はどうすんのよ。子供、うん、産めないですよ、だって子宮ないですから子宮をしてくださいみたいな。あ、子宮をしてください、子宮してください、めちゃくちゃ面白い。いやでも子供か、確かにね、どうなんだろうね。ね、でもさっきの話からこう通ずるものとしたら、うん、でも好きっていう気持ちの方が今第一前提で来ちゃってるんで。そんなに好きかの？うちの人なんで。それに対してそっか、子供か、うん、って感じかな。うちね、子供はね、できればっていうか、あのめちゃめちゃ欲しいって、子供大好きで、うん、でもそんな、ね、ことね、簡単にさ、無責任に言えないんで、うん、なんだろう、私の知り合いの元男の子さんはあの養子縁組。ああ、なるほどね、うん、でも養子縁組するにも親の条件とかめちゃめちゃ厳しいし、一、うん、まあ、人の、ね、人生を命を、うん、要さあ預かるみたいな一時的にものじゃん、うん、まあ、合ってるか分かんないけど、ね、簡単に言えないけど、でも子供、やっぱ子供育てたいよね、うん、まあそう、育ててる、自分のこのなんか愛おしさみたいな体験をちょっとしたいかな、やっぱり。で、うん、それをやっぱその親に見せてこうなんか幸せを伝えるっていうのがいいかな、やってみたいかなって思う。あ、そうだよね、うん、じゃあさ、なんかいい発案がある、あのうちのお母さんの卵子を蛍の精神に結びつけない？おー、すごいね。そしたらあの同じさ、うちの遺伝子も入ってるわけじゃん。結局血縁関係で言うと、うん、ちょっと遠回りするけど、遠回りするけど、お二人の子供としても、うんうん、うちのあのチンパンジーみたいな子供が生まれてくるんだよ、ね、うちめっちゃチンパンジーだったから。ああ確かにね。でもいいんじゃない、そのなんか質問に対してもこう答えていこうっていうコーナーなんだけど、確かに、うん、なんか子供とか家庭とか将来とか、それに対してはなんかこうその時が来たらしっかり答えられればいいかな。でも絶対欲しい、絶対欲しい、うん、欲しくない。いや欲しいけど、今パッて言ってそれがすぐ解決しないから、で先々の金銭的なところとかも含めてしっかり、すごい現実を突きつけてくる。いや現実的には無責任にできないからこそ現実的に考えて、すごい、はい、解決した。という感じで、あのだいぶ温度感がすごいですけども、渡るくんが真面目に答えてくださいました。なんかすごい現実を突きつけられて、ちょっと将来不安になった青木でした。ありがとうございます。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、そして TikTok もやってますし、バンドのチャンネルも画面の下にありますので、ぜひそちらもチャンネル登録をフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。